米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、ドジャースタジアムで行われたパドレスとの地区シリーズ第1戦に1番 DH で先発した。渡米7年目で初のポストシーズン。2回の第2打席で、値千金の同点3ランを放った。ポストシーズン第1号。球場は騒然となった。米国の実況席も興奮を抑えられず、いつも同じ方法では彼を抑えることはできません、と指摘していた。試合を中継した米スポーツ専門局 FOX スポーツの実況席では、実況上、デイビス氏が弾丸だ。疑いようのない?と絶叫。すると大興奮の場内の雰囲気を伝えるかのように、約25秒間沈黙した。その後、デイビス氏は避けられない出来事であると証明されました、と表現。解説を務めた名投手のジョン・スモルツ氏も、いつも同じ方法では彼を抑えることはできません、と指摘した。大谷選手がせっかく打ったのに、もう逆ともされてる。山本は今日はダメだわ。はよ変えてあげて。これ以上の追加点は厳しくなる。鳥肌立った。最高のホームラン。気合が半端ない。0さんでどうなるかと思ったが、すごい。高めのボールになりそうなコースを同点弾。鼓舞する雄たけびもいいね。初出場のプレイオフでいきなり同点3ランホームラン、実力もスター性も兼ね備えてる。息を飲むとはこのことやろね。その前の自打球も膝に当たった後、痛がる素振りすら見せなかったのは何なの?笑いすごすぎる。PS を思い切り楽しんでください。結果はついてきます。頑張れ大谷翔平。スーパースターの中のスーパースターやん。今日の山本由伸はピリッとしないので勝つには10点以上が必要。